まあ、新しい仕事なんかもそうなんですけども、その辺の新しいことに挑戦するということに彼は新鮮さを見ているようです。それから私が、ロシアの、モジュールの中に入っていった時に辺りが暗かったんですけども、そこに宇宙服、船外活動用の宇宙服があるんですけども、そこを移動していった時にその船外活動服に触った途端にその船外活動服がギクッとこう動いたんですよね。でそれは私は船外活動服だと思ってたら、それは寝袋の中に入った仲間の宇宙飛行士だったので、そこで僕はびっくりしてしまったんですね。船外活動服が動くわけはないと思って、でちょうどそれを見てたマイク・バラットさんが私の驚きを見て、とても楽しいエピソードだというふうに覚えているようです。はい、宇宙でのなんか心霊現象のような感じのものを見たわけですね。さあそれではですね、もう時間の許す限りどん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 質問を若田さんの方にぶつけていきたいなと思います。さあどうぞ。大町小学校4年、佐々木佳穂です。宇宙から埼玉市はどのように見えますか？何色に見えるのですか？はい、佐々木さん、埼玉市は、これはもう東京からずっとですね、かなりグレー、灰色に見えます。大都市は大体その、グレー、灰色に見えるものが多いですね。きっと地面を覆っているアスファルトの部分がすごく多いからだと思います。もともと小学校4年、長野北斗です。若田さんは、この前自分で髪の毛を切られたそうですが、重力がないと髪や爪は早く伸びるのですか？はい、いい質問ですね。無重力でも髪の伸び方はほとんど変わらないと思います。ただ今度髪を切るときに、切った髪が飛び散らないように掃除機をつけたバリカンを使って自分の髪を切りました。室和中学校3年、高橋博美です。1ヶ月以上宇宙で暮らしてみて、足が細くなっただとか太っただとか、あと便秘になったなどなど の、体の変化などがありましたら教えてください。はい、とてもいい質問ですよね。1ヶ月以上経ちましたけれども、体調は非常に順調です。で地上にいるときに比べて宇宙に行くと体の中の体液、血液、水分、そういったものが上半身の方に移動してくるので、足が多少細くなった感じがします。ただ体重自体は、宇宙に行く前からほとんど変わってません。1キロぐらい、増えたかなと。でその後1キロぐらい減ったかなということで、1キロ以内の間で体重はほとんど変わってない状態です。岩槻小学校4年、田辺光大です。宇宙ステーションの中でおならをすると匂いはどうなるのですか？それが宇宙服の中だったらどうなるのですか？はい、これはおならをしても、宇宙船の中、宇宙ステーションの中っていうのは空調のファン、扇風機みたいなものが回ってるので空気が循環して、いろんなところに回っていきます。だからおならをするときは気をつけないといけませんね。友達が近くにいるときにはしないようにして、船外活動をする宇宙服の中で、おならをした場合には、空気、酸素が出てくるのがヘルメットのところから出てきます。そして体の中、体の、足とか、手首の方に今度は空気の、吸い込み口があるので、おならをしたとしてもそちらの方から吸い込まれるので、宇宙服の中でおならをしても自分が臭い思いをすることはありません。日本宇宙少年団埼玉支部、大宮小学校6年、山田昴です。これまでに宇宙ステーションで何か問題が起こったことはありましたか？もしあれば、それはどう解決したのですか？
はい、素晴らしい質問ですよね。これまで大きな問題っていうのはなかったです。だけど例えば今は宇宙ステーションの、ルームランナー、ジョギングをする装置の修理をしてるんですけども、その修理をしてる時に部品が見つからなかったとかね、そういう細かいトラブルはありました。ただそういう時には地上の管制官の人たちが、情報を直ちに収集してくれて、ここにいるバレット宇宙飛行士私に、こういう作業をしてくれと、ここに部品があるよといったことを即座に伝えてくれるので、そのチームワークを持って、そういうものに対応して、問題なく、過ごすことができています。大里小学校6年大平ほのかです。6月下旬に地球に帰ってくることが決まったそうですが、地球に帰ったら一番最初にやりたいことは何ですか？そうですね、宇宙ステーションの生活はとても快適です。今ここに私たちがいるのは希望日本実験棟です。宇宙ステーションの中はとても広くて、過ごしやすくて、食品もとても美味しいものがあるんですけれども、やはり一つ宇宙ステーションになく、やはり地上で恋しいなと思うのは、お風呂ですね。ですから、日本に帰還するときにはぜひそのお風呂、そして、温泉に使ってみたいなというふうに思います。大里東小学校4年柴田舞です。無重力では埃は溜まったりするのですか？また宇宙ステーションの中での掃除はどのようにするのですか？そう、これはすごく面白い質問ですよね。宇宙ステーションの中でこう無重力の状態なので、ゴミが下に積もるっていうことはないんです。ただこの希望の中にも空気を循環させる装置があって、空気の通り道のところにフィルターがあるんですね。そのフィルターのところにゴミがたまるので、掃除機を持って行ってそのフィルターのところを掃除します。それから、壁なんかが少しその埃っぽく埃がつくことがありますので、そういったところをやはり、湿したタオルみたい濡れたタオルみたいなもので拭く、そういうことをして宇宙ステーションの中の掃除をしています。ハローカ小学校4年岩崎久隆です。おしっこを飲み水に変える装置があるそうですが、飲んでみて美味しいですか？はい、ですね、今そのおしっこを浄化してもう一回飲み水にする装置が動いてるんですけれども、まだその飲み水として飲んでいいことになってないんです。おそらくあと2週間か3週間のうちには僕たちもその水を飲めることになると思いますけども、ぜひその浄化したね、再利用した水を飲んで、その味を確かめてみたいと思います。サイド小学校5年徳田みどりです。宇宙ステーションでは地球で生活している時と比べて味覚や嗅覚は変わりましたか？はい、味覚に関してはこれまでのシャトルの飛行で2回、飛行する経験がありましたけども、その時と同じように宇宙に行って特に、味が食べ物の味が変わってきたっていうことは感じてません。で、匂いの方は多少宇宙に行くとこう鼻が詰まってる感じになって、匂い収穫の方も変わってはいないと思うんですけども、鼻が詰まってる感じがあるので、地球ほどこう匂いには敏感にはなってないんじゃないかなというふうに思ってます。時は小学校4年林里奈です。子供でもスペースシャトルに乗って宇宙ステーションで生活することができますか？はい、これは子供さんでもね、健康な体を持っていれば宇宙に行って全く問題なく安全に、帰ってこれると思います。で、大切なのは宇宙で何をするかっていうことですね。
ただ今後は、大人も子供も含めてもっともっとね多くの人たちが宇宙に行く時代になってくると思いますので、ぜひこの100万人10万人の、宇宙飛行士の皆さんの中からも将来、宇宙を舞台に活躍してくれる仲間が出てきてくれればなというふうに思います。木崎小学校5年井上幸奈です。宇宙ステーションから見た日本は世界の国と比べてどのくらい